こんばんは。こんばんは。ようこそムッシュガゼーの実験室へ。はい。今日は随分と遅い時間にいらっしゃいましたね。まあいつもこんなもんだけどね。今現在この育成環境の中でギルマンは寒さで苦しんでいます、うん、ああやっぱすぐ冷えちゃうんだな。ヒーターで温度を上げてあげましょう。それではどうぞ水槽の方へご案内いたしましょう。短い。はい、どうも、藤です。ということで、6日目やっていきましょう。何度？あー、エアも下がってるな。まあ、それよりも先に上げてあげよっか。ヒーター。あー、なほね。おい、シマ。ちょっと冷えるぞ。あれ？声？あれ？どうしたお前？あれ？大きくなってるし。ちょっと待って。声？こんにちは。寝たかったら勝手に寝るから黙っててくれ。誰だお前？どちら様ですか？うんこ好きだな、お前。言ってねえ。とりあえず、あげるか。おお、だいぶ温まってきたぞ。成長 したの？成長して声変わりしたの？はいはい、その調子でもっとあげてくれ。可愛くねえ。そう。可愛くねえよ。そう。おっさんじゃん。いい感じになったわ。おっさんじゃん。あ、そう。いい感じ。もうただのおっさんじゃねえか。酸素が足りないってばよ。何？少しあげるけど。まあ、20手前まで上げてあげるけどさ、愛せるかな。まあこんぐらいに食、うん、そんであとね、水も濁ってるから変えてあげようか。はい、変えるといいかね。わあ、めっちゃ踏んでた。その調子。はい。1月6日はね、ジャンヌ・ダルクの誕生日なんだ。知ってるか、ジャンヌ・ダルクって。え、何？俺は知らないんだけどね。何言ってんの？はい、これで100になるかな。はい、なった。まあ、他変わりはないよね、別にね、他のところに。うん。可愛かったのになー、あのシーマンの声。声変わりしたの。いやだって言ってんだよ。こっちがやだよ。成長したね。普通だよ。まあ普通のことかもしんないけどさ、可愛くない。ん？可愛くない。さてと、俺も声変わりしたし、そろそろお前のことについていろいろと詳しく聞かせてもらおうかな。やだよ、気持ち悪い。何聞くので、年いくつ？年？あ、年ね、言ってないからね、言わないんだけど。じゃあどうしようかな。15歳。15歳か。うん。そうしとこ。はい。ってことはお前、中学生？あー、どうしようかな。それはそれでなんかめんどくせえな。嘘。え？40歳。じゃあ高校生か？それとももう働いてんの？働いてる。その年で働いてんだ。偉いな、お前。ごっちゃになっちゃったな。稼いだ金で俺のこと買ってくれたわけだな。まあ、いっか。ありがとよ。あ、いいんだ。でもな、俺の命は俺のものだ。いくらお前がシーマン買ったからっつったってな、人の命を軽く扱われちゃ困るぞ。ちゃんと育ててくれよ。くれぐれも殺すなよ、俺のことは。ちょっと笑ってんじゃねえか、お前。おもれえな、こいつ。こいつ面白えな。殺さないよ。やめろ、それ。なんでだよ。でもまあ、あの可愛かったシーマンが成長してこれだもんね。うん、同じだもんね。いや、ずっとこれか、これから先。渋いっていうか、なんかこうあれだよね。まあ、いい感じに癖がある声だよね。うん、この顔とすげえマッチしてていい声だとは思うけども。可愛くはないね。お前、生まれは何月よ？なに生まれ？あー、生まれも言ってないからもう1月でいいや。1月。1月ね。うん。はい。1月の何日生まれよ。ああ、じゃあ、この PS、今この日の設定の、1月6日にしようか。6日。6日。はい。1月6日。お、今日だ。ジャンヌ・ダルクと同じ誕生日か。さっき聞いた！
誕生日関係ないんだな、人柄とは。おい、うるせえな。誕生日が1月6日ってことは、星座はヤギ座だな。すげえどうでもいいじゃん。祝って。いやだって言ってんだよ。もう断られました。まあ別にいいんだけど、別にいいんだけど、なんか聞かれたから今日だっつって何も言われないのはすげえなんか寂しい。お腹すいた？減ってないよ。あれ？こいついつも減ってないって言うけどさ。どうしてんの？そのなんかさ、あの動画のコメント見まして、そのちっちゃいうちはね、お腹に栄養分が蓄えられてるから食べなくても平気みたいな博識な方のコメントをいただきましたけども、まあ試しにまた虫を置いていく。そうだ、あとね、虫のことについてもコメントいただきまして、虫がこう何匹もこう姿が現れてる状態の時に虫を捕まえて離すと何か違う反応が見られると。それを見てみようかな。まあこんぐらい。うわ、結構いるな。めっちゃいるな。待って、あれ、この虫なんだ。同じか。こいつは喋らないね。はい、あ、命拾いした。はい。おー、戻ってきた。お疲れ様。お疲れ様。命拾いしたな。ああいうやつが長生きするんだな。めっちゃ面白いじゃねえかよ。お疲れ。お疲れってなんだよ。ああいうやつが長生きするんだな。やべ、もうツボだ。戻った。おー、戻ってきた。お疲れ様。お疲れ。命拾いしたなぁ。ああいうやつが長生きしたんだよな。いやー、面白い。面白い。ツボだわー。いいわ。あー、出た。気持ち悪い。マジで俺こういう虫嫌い。もう、羽音がバサバサ。やめて、マジで。喋んないな。喋んないな、今日。捕まえても。まあ、話して、いうパターンは一緒なのかな。あ、命拾いした、うん。おー、戻ってきた。同じっぽいね。お疲れ。命拾いしたな。ああいうやつが長生きしたんだよな。うわ、見つかった。あ、喋った。ついに俺の番か。こないだは何もせずに帰ってったから安心してたぜ。ボブ、後のことは頼んだぜ。オッケー。じゃあ、あれ？てか、シーマンって他にいないの？試しに海やっていい？シーマンってあの一匹しかいないもんなの？いないのかな？うん。まあ2匹もあんな奴がいたら鬱陶しいしな。一匹捨ててっか。はい。食うか？食わねえか？ん？虫だぞ。何？餌。ごめん、わかんねえ。ほら、いるべや。餌。眠くねえよ。言ってねえよ。じゃあまた何か、あれ、言ってみようか。ネットに載ってるシーマに行ったら面白いであろうコメント。まず前のやつ。ピカチュウ。知らねえな、その言葉。いや、絶対わかってんだろ。ピカチュウ。悪かったな、可愛くなくて。ひねくれてる。任天堂。あ？あれ、言わねえな。じゃあ、ドリームキャスト。ドリームキャストじゃないの、ここは。PS2 なの。わ、なんかしっかりしてる。プレステ。今日はもうお話しないの。疲れたのよ。話そう？やめろ、それ。ムカつくから。いや、お話ししようって言ってんだろ。おしゃべりしよう。お前、恥ずかしくない、そういうこと言って。おしゃべりの何が恥ずかしい？おちんぽ。そういうこと言ってんじゃないよ。おっさんに怒られるのはなんか恥ずかしいな。なんか教えて。今日はおしまい。そんなこと言わずにさ、何か話して。今日はもうお話しないの。疲れたのよ。嘘。寂しい。かっこいいよ。よく言われる。うっとうしい。